このフェンダーのところがね汚れちゃうの。あとホイールがね楽なんですよ。これホイール周りが結構大変だと思うんですけど、高圧洗浄あるともうできるんですごく楽です。あとこういうね細かいとこですね。ここもういいんじゃないですかね、ものの 2,3 分で。こういうねあの吸水性のいいダスター使うんですけど、あとねこういうバイクの洗浄はねあの自分でやると、車もまあそうなんですけど、あの細かいとこまでね目が届くんで、バイクの場合はねある程度拭いておけば、あとは走行風で吹き飛ばしてもらえるんで、ツーリング行くとね大体こうライトのところに虫たちがねへばりついちゃって、まあ無用な殺生をしてるわけなんですけどね、これはもう致し方ないでしょう。よし、OK。さっきね、洗車もしたんで、この前行ったツーリングで汚れたところも綺麗になって、まあ、あとは自然乾燥でね細かいところを走って水分飛ばしていきたいと思いますけども、よいしょ。そう、あの納車のねあの動画の反響が結構あのいただきまして、見てくださった方本当にありがとうございます。あのもう本当趣味の延長でモトブログ始めたんですけど、友達100人できるかなみたいな、登録者100人できるかなみたいな感じで最初はやってたんですけど、どうも先週からの伸びが結構激しくてですね、一気に100人あの突破してて非常に嬉しい限りでございます。まあ、よりねちょっと編集の作業の手にも力が入るというか、で結構ねそのコメントいただきまして、あのリクエストがあったりとか、こんな感想あったらっていうこともちょっとあったんで、その辺もねちょっと意識して撮影していきたいと思っております。その納車動画のところで質問があって、あのマルチエンジンのね一つの特性として、あの上の伸びはいいんですけど低速のトルクがちょっと足りないとか細いみたいな話がよく出るんで、結構低速のねところを気にしてるっていう方も多いと思うんですけども、このバイク最近鈴木車には結構搭載されてるのかな、ロー RPM アシストって低回転時のエンジン のトルクの放送理というか、まあ、ハンクラッチの時 のトルクが足りなくてエンストしちゃうっていうことが結構あるんですけど、この車体にはねそのロー RPM アシストっていうのがついてて、
まあ、発進時とかにねちょっとこうアクセルを開けてくれて半クラになった瞬間に多分作動してると思うんですけど、少しアクセルを開けてくれるアシストがついてるんですよね。でね、ちょっとなんか分かりやすいようにと思って、ちょっと今撮影を始めたんですけども、どうしようかな。信号発進時の時の方が分かりやすいかもしれないですね。でもね、これちょっと慣れないとね、なんか作動してんのかしてないのかよく分かんないっていうか、いつも通り半クラでバッて上げちゃうとあんまし意味ないんですけど、でもねこれ慣れるとね結構スムーズに作動ができるようになって、作動を実感すると結構いいですよこれ。ちょっとここでやってみようかな。今ニュートラルなんですけど、ローギアに落として、まあ半クラにしますよね。そうするとこう今このここに回転系があるんですけど、この半クラでつながった時に、そうだな、300回転ぐらいちょっと上げてくれるのかな、アクセル。なので、まあ、この状態でスタートしてあげればすごくね、実はこの感覚を覚えるともうエンストは皆無になると思いますね。発進時のこんな感じですごいスムーズにできますね。それとね、ちょっとあこれはいいかなって思った使い方が、今2速ですけど3速ぐらいにして3速ぐらいにしてですね、3速ぐらいにして、まあそのまま回転数が落ちるのを後ろから来てないんで、この状態でね、あのロー RPM アシスト作動してるんですよ。3速で20キロぐらいでこう何もやらない状態でこう、なんていうのかな、簡単なこう低速時クルーズコントロールみたいな感じで働くんで、あの渋滞の時ね、あの高速道路の渋滞の時とかね結構良かったですこれ。実はそんな使い方も多分できるんじゃないかな。ビッグスクーターね、なんかスピーカーつけてるっぽいですね、あの白い方ポルツァ。あれね、走行中聞こえんのかな、音楽。聞いてる音楽垂れ流しでちょっと恥ずかしいですけどね。まあ、あれか、ヒップホップとかだから恥ずかしくないのかな。僕みたいにね、アニソンガンガンかけたりとかして乗ったりするんで、車は。それちょっとできないですよね、怖くて。怖いっていうか恥ずかしいっすよね、やっぱさすがに。いかに中二病といえども。ビッグスクーターもでも減ったような気しませんかね、本当に。一時期すごい見ませんでしたか、特にね、マジェスティとフュージョン250のすごい乗ってたよな、あれ。みんなどこ行っちゃったんだろうなって感じ。よいしょ、ちょっとロー RPM アシストを意識した発進をもう一回やってみますね。半クラにして回転数上がったのを確認してアクセルを開けると、でつなげる。半クラだけでやるよりも、早めにこうクラッチをつなげることができる。でしかもそのタイミングミスってもエンストしないっていう
感じですね。うん、このなんか原理が分かると使いこなせるようになってくるんじゃないかなと。あと慣れですかね。分かってないとね、なんかあんまり使えないんですけど、こういう時ですね、ロー RPM アシスト、こんな感じで半クラしないでもこうやってやっていけるっていうんで、意外と使えますね。あとね、この GSX-S750、 これねちょっと言いづらいんで、なんか言い方あるんですかね。 GSX だとちょっとなんかレーサーの方に申し訳ないんで、一応 GSX なんですけどね、実スペケなんですけど、まあ S7 半っていう形でいいのかな。うん、 S7 半って今後ちょっと S7 半でいきたいと思います。うん、で、S7 半ね、この、カスタムの方向性なんですけど、とりあえずね、ストンプグリップ頼みました、注文しました。で、あとね、ウインカー、本当はね R1000R のねウインカーつけたかったんですけど、どうもねウインカーリレーやら電圧やらちょっといろいろね、お店の人も試してくれたみたいなんですけど、どうにもダメだったみたいなんで、まあちょっと汎用品のね、スリムなタイプで、LED のものちょっと交換しようと思ってそれも注文しました。で、あと、電源ですね、 USB の電源。あとね、この電熱グローブなんですけどね、やっぱね、なんかでもね、1週間とか2週間ぐらい経つんですけど、結構ね硬さは取れてきましたね。うん、だんだんなんかね手に馴染むようになってきたっていうか、やっぱ使い込むほどにこれはプロテクション付きの方なんですけど、いいヒートの、これ結構ねいいかもしれない、やっぱり。で、あとはね配線なんですけどね、配線がねやっぱ相当めんどくさいっす、これ実は。なのでちょっとバッテリーをねやっぱ導入しようかなと思ってます。配線は配線で取っといて、よいしょね、ロングツーリングの時とかはねやっぱり配線あった方がいいんで、普段使いのね1時間とかそれぐらい乗る道中ぐらいだったらバッテリーで十分じゃないかなと思うんで、ちょっとバッテリー導入してまたインプレできればと思います。それとね、あとは試乗ですね。試乗はねやっぱ面白いんで、試乗動画も撮ってて思ったんですけど、結構ね、DJI のあれかな、ショールームかな、あ、ウインカー出しっぱなしだった。DJI ってドローンのメーカーなんですけど、最近実はちょっとドローンかなり気になってまして、ようやくねなんか今実用的なのが小ぶりでちゃんと撮れてみたいのが、おもちゃじゃない、まあおもちゃレベルなのかあれなんですけど、
結構本格的な機能ついてるのがね出てきてるっぽいんで、いよいよねちょっとドローンをね気になってんですよね。あのバイクとすごい相性いいと思うんですよね。あのツーリング行った時とか、あの東京でね飛ばそうとすると、あの 200g 以下のドローンじゃないと飛ばせないんで、あの許可が必要だったりとかね、いろいろ規制がかかってるんで、まあ、本当軽いものしかできないんですけど、あのツーリングだとね奥多摩ぐらい行っちゃえば東京でもあの規制かかってないところとかも結構あるんでね、あのバイクと相性いいんじゃないかなってずっと思ってたんですよ。なのでね、今ちょっと DJI の代理店見て思ったんですけどね、少しちょっと気になるね、あれはな。帰り寄ってみようかな。うん、何でしたっけ、途中ねちょっと電話がかかってきたんで話してること忘れちゃいましたね。そうカスタム、今後のカスタムの方針、そうストンプグリップをね頼んで、まあ、電源を頼んで、ウインカーですね、LED のやつちょっと頼んでみましたよ。であとねドレスアップパーツでね、吉村のね、オイルフィラーキャップとね、あの辺のボルト類ちょっと頼んでみましたんで、まあ、つけたらまた写真撮ってアップしたいと思いますけど、さて、打ち合わせ終わったんでね、さっきちょっとね気になった DJI のところ、ここか、あのショールームっぽいとこ見つけちゃったんで少し寄り道してみたいと思います。